マルサンホビー動画チャンネル7月20日ラジコンの再入荷品のご紹介です。非常に珍しい再入荷品とか入ってますんで、ぜひご覧ください。待望の再入荷になります。狭小10分の1電動カー完成のレディセットの1957年シェビーベルエアクーペですね。こちらの方は完成品の送信機付きのレディセットになります。シャーシがもう安定のフェザーマーク2なんですけれども、こちらのアメ車のボディを乗せるにあたってホイールベースが長くなってます。本体は共通なんですけれども、このプロペラシャフトとのフレームがこちらの専用になってますんで、ホイールベースが独特のアメ車のタイプになってます。でこちらの方は送信機 2.4 のと受信機ですね。これは全部搭載されてますんで、スピードコントローラー、ブラシのスピードコントローラーですけれども、およそ市販のモーターは全部ブラシのモーターはお使いになります。で組み合わされるモーターはブラシのモーターですけど14回巻きで、非常にこれは性能が安定してですね、まずこれでスケールスピードはもう大丈夫です。で嬉しい装備としては、まずマニアの人は必ず気にするベアリングはフルベアリングになってます。でオイルダンパーも最初からついてますんで、その辺の要所要所はしっかり押さえているところはさすが強調なんですね。であと中に付属になってますけれども、この厚いホイールハブとこの薄いホイールハブで組み替える方によって幅を変えることができます。簡単に言うとアメ車のタイプの20センチの幅で、薄いタイプにすると19センチの幅っていう風に選ぶことができます。このロングホイールベースの場合はやっぱもうアメ車専用になってますけれども、非常にこの完成度が高いものですから、この箱出しで出してものすごくよくサーキット走行からパーキングロットまで難なくこなす、まあそうですね、実力があって非常に楽しい車ですね。中身はこのようにクオリティの高いタイプがついてますんで、オプションでヘッドライト、テールランプが LED のライトをつけることもできます。このワイパーの辺のプラスチックのパーツとか、このタイプですね。特にメッキのバンパーとかすごくよくできてますんで、もう2トンのこの色に塗っていて、非常にフォルムも素晴らしいものですから、こちらの方を買ってったかお客様に後で伺うと、半数以上の人がやっぱりもったいないんで飾りにしてるっていうくらいの出来栄えになってますね。で、こちらはレディセットなものですから、別売りなものがあります。何が別売りかというと、バッテリーと充電器が別売りになりますんで、やりやすいのはこちらの狭小のニッケルスイーツの 7.2V 36HV っていうタイプは 3600mAh になってますん で、こちらの方は本体が2ピンコネクタ仕様になってますんで、このアダプターもついてますから、通常の電動カーでもこちらの専用の2ピンでもお使いになります。でこれに合わせて大体これでざっくり言うと30分近く走行ができるようになってます。できればこういうふうにニッケル水素以上の充電器ができて、将来性考えてリポのバッテリーもできるような多機能の、これは G-Force の GMA465 っていう急速充電器と、あと放電器もついてますん で、あとメーターの方のこちらの方が充電が終わった後見るとどのくらい電気が入ったってことは一発でわかる、非常に優れたものですから、本体の他に単三電池が4本ですね、送信機に載せるタイプと、であとはバッテリー充電器がチョイスすれば、この素晴らしいモデルがすぐ走行にできて、非常にゆっくり走っても絵になるっていう、なかなか車によっては珍しいタイプなんですけれども、すごく綺麗によくできてます。続きましてタミヤの10分の1電動バギーの組み立てキットのファイティングバギーになります。こちらも長期欠品してたタイプになりますね。こちらも復刻版ですごく有名なもんですから、最近の BBX がこれをオマージュしたっていうのはすごく有名なお話になってます。で当時の復刻版なんですけれども、作りにくいところはタミヤの方で、訂正してありますので、今の人でもスラスラとできるようになってます。フレームが非常に凝っているタイプで、こういうタイプになってます。完全メカボックスではないんですけれども、バギーチャンプ、ワーゲンオフローダーに続いてよりレースタイプに一応作ってあります。で特徴的なのは金属パーツがものすごく多用してまして、フロントのサスアームとオイルダンパーとかですね、で後ろのギアケース、パイプフレーム、これ非常に造形が凝ってます。コストかなりかかってるんですね。サスアームも全部フル金属になってますん で、あとオイルダンパーの後ろの方が非常に特徴で、別にオイルのタンクを乗せて、こちらの方の性能をさらにアップしているタイプになってますんで、サスペンションの動きが非常に滑らかにこの当時からなってますので、今での目で、大人の目で見ても品質が高い、非常に優れた高品質ですね。ですからやっぱオマージュされるっていうくらいの商品ですから、中をご覧に入れますけれど、こちらが箱を開けるとこのように部品が目に飛び込んできます。こちらの方は昔の復刻版を持ってた人がですね、こちらの復刻版のパーツを使って昔のタイプを蘇らせようと思いましたけど、一つ大問題があって、そのお客さんと一緒に組んだ時に分かったんですけれども、ギアケースがですね、昔と見た目はほぼ同じなんですね。ところが使えませんでした。なぜ使えなかったっていうとですね、昔のこのタイプ、これ肉が薄いギアケースなもんですから削ることができないんですね。昔の540モーターと今の540モーターは微妙に100分のいくつくらい直径が違ってましたんで入らなかったんですね。ですから昔の
シリーズを持ってた人がこのギアケースを取り寄せて、まあ、一応こう読み合わせたっていうような記憶がありましたんで、その辺は十分お気をつけください。で、どうしても復刻版は、なぜメーカーが復刻版を出すかっていうとですね、やっぱり昔の楽しかった思い出とともに、やっぱりその昔の復刻版をガンガン走らせたいという昔のイメージを持っている方が多いんですけど、それはできたらちょっと注意された方がよろしいと思います。なぜかというと、こういうプラスチックとか金属はいいんですけど、プラスチック系が力が変わるとかもう弱くなってしまってますんで、ホイールとか、まあ、プラパーツですね、特に駆動系があちこち壊れてきます。ですからその昔のタイプはできたら綺麗にしておいて、走らせるときはこういう復刻版を走らせた方がよろしいと思います。客観的に見てそれはすごく感じますので、昔の方から見るとイメージ的にはこれかなり明るいブルーになってますね。でもこの辺が造形がプラモデル屋さんなもんですから、金型でしっかり抜いて、こういうとこは手を抜かないでちゃんと綺麗にできてますね。で、特にそのさっきのギアケースをはじめとして金属パーツがですね、コストがかなり変わってるんですね。このパイプを曲げて穴を開けて、でこの表裏のこのタイプだとすごくこれコストが変わってますん で、 あと昭和の復刻版のお約束でこのパックになってるんですね。でこの材質がかなりさらに良くなってます。でやっぱりこの辺が昔のタイプをなるだけオリジナルの損なわないようにしてますけれども、今の大人の目で見ても困らないようにベアリングがついて、ちゃんとこのネズミ材まで入ったりとかして、足回りを作ってると非常になんか本格的なバギーを作ってるっていうニュアンスが伝わってきて、非常に魅力的なキットになります。でこちらは組み立てキットなもんですから、別に何が必要かっていうと、送信機と受信機とサーボ、スピードコントローラー、そこまではいいんですけれども、バッテリーがこのサイズですとフレームには収まらないもんですから、この教科書通りだとタミヤで言えばリフェの 6.6V 1100の小さいタイプですね。で特にタミヤ縛りない人は自分の自己責任で、まあ、リポの小さいのを使っている方もいらっしゃいますけど、あんまりパワー上げると足回りとかはやっぱりバランスの問題もありますので、まあ、できたらタミヤさんのリフェの 6.6V の1100をお勧めします。あとその充電器ですね。でこちらの方はやっぱり昔の楽しかった思い出を刷り込まれている人が多いんで、キットを持ってて時々箱を開けて非常に楽しんでるっていう人なんかもいらっしゃるくらい造形がよくできていて、ぜひコレクションの方にも一台加えたい名車になります。こちらも再入荷品になります。狭小の10分の1電動カーの組み立てキットになります。フェザーマーク2のシャーシキットになります。で、フェザーは本当に懐が広い車で組み立てキットになりますけれども、ちょっと変わってるところがありますんで、フレームがこういうタイプになってます。で、フェザーは何度かもうご説明したんですけれども、こちらのタイプはですね、ここまではできてます。ですから難しいギアケースとかそういうところはできてますんで、あと足回りをつけてメカ積みして、塗装したボディを乗せれば OK って、非常にこの辺が珍しいんですけどね。ですから組み立てキットは組み立てキットですけど、ちょっと工作に慣れてない人は非常にありがたいです。でこちらの方はホールベースが26センチタイプになりますんで、もしラリーカーをやりたい人はラリーのコンバージョンキットもオプションでありますし、アメ車をやりたい人は長いプロペラシャフトとこのフレームを変えれば変更することもできます。中身はですねこのようになっていて、詳しい説明書と必要なパーツが全部入ってますけれども、フレームをぜひ見ていただきたいのはこのようになってます。この辺はちょっと現物を見ないと分かりづらいと思いますけれども、プロペラシャフトはもう最初からついてます。本当はできればこの受けを金属にしてもらいたかったところですね。ただこれでも十分な強度はありますんで、ノーマルがプラスチックなもんですから、スピードを入れた時に芯ブレが少ない方になってます。狭小さんの特徴としてここまでできてるんですけれども、これから工作がやりやすいようになっていて、サスなんかもちゃんときれいにできますけど、できれば増し締めをした方がいいですね。で付属のミディアムナローのグリップ、ハイグリップタイヤとホイールとかで、ちゃんとオイルダンパーもついてるんですね。でフェザーの特徴でこういうふうにいっぱいこのディスクブレーキがついてますけど、この幅の狭い方をつけると幅が190、広い方をつけると20センチの幅になるように、まあ、ドリフトでもグリップでもできるようになってます。で足回りのパーツで見ていただくと分かりますけど、ベアリングは全部フルベアリングになってます。これは非常にありがたいんで、よく見るとシールドベアリングになってますんで、この辺も質の高いものを使ってますね。ベベルギアで組み立てのタイプで個別に分かれてますんで、非常にこの辺は部品を探さなくてもランダーから切ってという作業がないですから、非常に作りやすいです。これもフレームパーツとかですね。これもサス回りのパーツとか、あとボディマウントと、すごいのはユニバーサルシャフト、これすごいお高いやつがもう最初からついてるんですね。
これをつけてるってことはかなり強調さんは本気ですから、プラスチックと違ってこれの方のは当然スムーズに置きますし、強度もだいぶアップしますから、できれば前後ろがどっちかというと前の方を使います。でウレタンバンパーとボディとかもありますね。でこちらのキットはあとは別に必要なのは送信機と受信機とサーボ、モーターも必要になりますね。ブラシのモーター、ブラシレースは選択できるようになってますんで、あとボディがあれば OK で。で、この箱立ちでレースできるくらいの実力があって、組み立てたいなっていう人にはまさにうってつけの、なんていうんですかね、レース活動でも、パーキングロットでもこなせる非常に基本設計が優れたシャフトドライブのタイプが入荷いたしました。こちらは大人気の、久々に入ってまいりました、10分の1の電動ドリフト組み立てキットの RD2.0 の組み立てキットになります。こちらは何が優れてるかっていうと、今もうドリフトは二輪駆動が当たり前になってますし、ハンドルいっぱい切れるようなのが当たり前になってます。でこちらのボディレースの組み立てキットに人気が集中してるもんですから、なかなか仕上がりが悪かったんですけれども、本日ジャイロ付き、ジャイロなしがついてます。あ、はい、入荷しました。でこちらの方はすごく YD2 シリーズですごく積み上げたものの集大成になってますんで、入門向けってわけではないんですけど、主力のものになります。ですからこの箱出しで作るとこういう形になりますんで、別にご用意するのが送信機、受信機、サーボ、あとバッテリーですね、充電器、ボディとかが必要になります。で、こちらの方はですね、ハンドルがもう真横にできるくらいのタイプ。こちらのキットの特徴としてですね、まずバッテリーを、種類を選べません。よくハイエンドで、ショートリポじゃないとダメだとか、そういう指定があるんですけど、こちらは通常のサイズのバッテリーでも、ショートリポでも、どちらでも対応ができます。これだけでもすごくユーザー層に優しいんですね。で、あとモーターの位置もこの上に上げてドリフトしやすくなるようなギアケースもちゃんとついてますんで、で送信機と受信機、サーボ、モーター、スピードコントローラー、バッテリーとは別になります。ボディもちょっと別になりますね。で、二輪駆動でギアケースが四駆と比べてないもんですから、もうハンドルは真横にできるようになってます。で、こちらの方はですね、2種類ありまして、箱絵が同じなのでちょっと分かりづらいんですけれども、ジャイロ付きとジャイロなしがあります。なぜこの2種類出すかっていうとで、ね、二輪駆動の場合はジャイロが必ず必要になります。ジャイロがないとうまく簡単に言うと走れないんですね、二輪駆動の場合は。ですからジャイロ付きでいいじゃないかっていう人もいます。で、ただジャイロも今選択の時代になってますんで、通常遊ぶ方はこの YG302 ジャイロ付きで大丈夫です。なぜ大丈夫かっていうと、メーカーを問わなくて3話でも2話でも KO でも何でも対応できます。で、サーボも選びません。アナログサーボでもデジタルサーボでもタミヤのサーボでも全部これ対処できますんで、非常にこれはコストパフォーマンスの強い優れたジャイロがついてます。ですから二輪駆動の場合はジャイロが必要なんですけど、じゃあなんでジャイロなしがあるかっていうと、さらに深くやりたい人のために双葉とか三和さんとか KO とかもっと上のクラスのジャイロがあるんですね。そういう人がこういうのついてないタイプの方が欲しいっていう声もありますんで、で横もさんだと2種類出します。でこちらの場合はですね、メーカーのホームページもただ完成の車体が載っていて、であまり詳しい内容が出てないもので分かりづらいんですけれども、どういう人をターゲットにしてるかっていうと、ドリフトは幅が広くって層がものすごく厚くなってますんで、そういう人のドリフトの場合は速い遅いで揉めなくて仲良しグループが多いんですけれども、そういう人の理想のラインっていうのがあるんですね。で特に二輪駆動が流行ってきたのは、もう大人のユーザーの人が実車の動きをよく分かってる人なんで、一番近いのはこの二輪駆動にたどり着いたっていうことですね。それでどん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 性能アップにして磨き上げたタイプで、一度もう一度立ち位置を見直して RD2.0 が作っていて、でこちらの方がスタンダードなモデルになります。スタンダードなモデルって言っても、決して性能が低いわけじゃなくて、これで十分ドリフトができます。実際、店頭の方で何人もこちらの方を買われた人で、カーボンシャーシの上のクラスを持ってる人が、これを面白がって作ってですね、走行して、いかがですかって実際やってる人にこう聞くと、これでいいじゃんっていうのが合言葉になってるくらい、性能が、さすが横野さんは、その辺は分かってますんで、あまり入門的なタイプで、限界がある車体をお持ちの人なんかは、うってつけです。で、これでさらに問題なければ、各部の、スーパーアップのオプションパーツたくさん出てますんで、ただ箱出しでよく走るっていう、すごく褒められている RD2.0、こちらの魅力のあるドリフトの、今一番大人気のシャーシキットが入荷いたしました。こちらも長期欠品の ABC の10分の1の、俗輸入、ケンメリのスカイラインのボディですね。こちらの方は、ケンメリの方を出しているのは ABC ホビーしかなくてですね、品切れがすごく多かったんですけれども、ホイールベース26センチタイプで幅が190幅で作ってますんで、通常の電動化をお持ちの人はそのままできます。なかなか大手だとケンメリまでは作ってくれませんので、もうこれ一択になりますんで、もうスカイライン大好きな人は、ぜひゲットした方がいいボディですね。こちらもかなり欠品してました 4PM プラスの強小のミニツレーサーバージョンになってます。で、こちらの方は送信機と、送信機のモジュールですね、ミニツの。と、あとレシーバーが入ってます。なんでその2つ入ってるかっていうと、送信機のモジュールっていうのをこれに挿すと、ミニツレーサーの
送信機がついたレディーセットのタイプはそのモジュールで動かすことができます。で、小さい基板の方は何のためについているかっていうと、エボ4とかあのレース用のフレームに小さい基板が別売りになってるんですね。そのためのものがついてますんで、これは両方セットになってますが、これを1台持ってるとミニツレーサー全制覇できます。ですから今非常にあの注目度があの高いタイプなんですけれども、一応あのミニツレーサーは強小のブランドになりますんで、商品になりますんで、でも誰が見ても双葉の 4PM プラスにですね。ですからこちらの方に逆に10分の1の双葉の 2.4 の受信機があれば動かすこともできます。で、違いがスイッチでと分かりますけれども、通常の 4PM プラスはですね、メインスイッチを入れると青いランプがついていて、でそれからあの名前メニューが出てきます。で、こちらのミーツというだけあってですね、スイッチを入れるとまずランプが赤くなります。そこでもはっきり分かるんですね。で、一瞬なんですけれども画面にミニッツって出ます。あとは性能は全く同じで、ですからこちらの方をミーツメインの人にしたら、バラバラでこの基板とかそういうの変わるんでしたら、これを買って普通の通常の 2.4 のタイプも受信機をどれか用意すれば、2ちゃん3ちゃん4ちゃんとかありますから、大きいタイプも動かすことができて、まさに資格がない大人気の 4PM プラスのミニツレーサーバージョンも入荷いたしました。なかなか入ってこないんで貴重品です。本日はこのように久々の再入荷がすごく多くて、ユニークな商品かなり多かったもんですから、ぜひあのまたこのようにあの分かりましたらすぐアップしますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。合わせてマルサンホビーではジャサイト、ヤフーショッピング、アマゾン等で通信販売も承ってますので、そちらのご要命もお待ちしてます。いつもご清聴ありがとうございます。